今日も全力ぶっちぎり、マキピロくんとリアでございます。はい、ゴージャスカウシーディア、これの適正予想の方、はい、いろいろ調べてまいりましたので、それを皆さんお伝えしたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、初氷の方が11月12日金曜日の7時から9時まで。はい、で新ギミックの方、リング、リングを攻撃力が青、黄、赤と触れると自身と味方のリングの色が変わります。信号の順番か。そうで、自身も変わるから、うん、でまず一つ目、はい、赤の状態が一番攻撃力が高い。二つ目、友情コンボにも影響する可能性が高い、うん、これスイッチパネルと同じような感じなんじゃないかなと思います。三つ目、貫通の方が調整しやすい、うん、要は反射とか入れ板した時にぐっちゃぐちゃにする可能性はあるよね。そうだね、うん、だからそれがちょっと怖いかなっていうところはあるんだけど、うん、反射の方が、複数回触れるとかそんな利点もあるから、うん、まあ、どっちがいいかって言われたらちょっと難しいところかなと思う、うんうん、メインギミックの方が、地雷と減速壁、うん、属性効果超絶アップです、うん、つまり、3.0 倍、うん、で超バランスの補正が 1.54、うん、でかいよな 1.54、 大きいね、キラーより大きいから、うん、でハートなしのステージ、うん、マップクリア HP 回復なし、なし、そう、はあ、一部の敵は弱点なし、うん、これコンプレックスのようにボスに弱点がない可能性が高い、はあはあ、ただあのアンフェアは覚醒してから弱点が出たりとかしたから、はあ、ちょっとやっぱやってみないとわからないところもある、うん、で仲間に触れると攻撃力が変化、これはリングのことを示してると思います。うん、だから今後多分リングの場合はこういった形で掲載されるんじゃないかなと予想ができます。ほう、まず一つ、地雷、これ直殴りの倍率が上がるため飛行よりもマインスイーパーのキャラを優先した方がいいと思います、うん、で二つ目が属性効果、うん、多属性は基本的にまあないかな、うん、3.0 はデカすぎる。そうだね、うん、あと超バランス型の恩恵が大きい、うん、さっきも言った 1.54 倍ですからね、うん、でかい。三つ目、ハートなしと、マップクリア HP 回復なし、うん、だから回復手段がおそらくヒーリングウォール、反撃、敵を倒すとハート、ハートパネル、うん、この4つのいずれかになるんじゃないかなと思います、うん、まあ、他もあるかもしれんけどね、うん、で回復やドレインが非常に有効になると思われます、うん、ということで、はい、適正の方を、言っていきたいと思います。はい、はい、今回のゴーゼツがカウシーディア、はい、で、メインギミックの方が地雷と減速壁、うん、なんでこれでそうするとこうなります。おお、でこの中でもまあこいつだなっていうのが、ああもう来ましたね、エビスです。はい、はい、でポイントなんですけど、まず一つが圧倒的な火力、うん、おお、超マインスイーパー L、うん、これが 2.5 倍、うん、貴族性キラー 1.5 倍、うん、超バランス補正 1.54 倍、うん、これ合計で約 5.78 倍これでいいじゃんなんですよね、うん、だからまず火力がめちゃくちゃ強い。もう一つがコピー友情、これキラー効果と、超バランス補正、うん、あとリング、これが多分乗っかってくると思います、うん、でコピーね、ちょっと分かんないよっていう人のためにちょっと出しときました、はい、うん、表を。なんでこれで今回、表の中で関係してくるのがキラー効果のところと超バランス補正と、攻撃力アップダウンのところ、うん、うん、まあリングが、この攻撃力アップのところに属すると思います。でコピーなんだけどメイン友情のみを等倍で発動します、うん、サブ友情はね出ないから爆発みたいに、うんうん、まあ、そこだけ注意です、はい、でもう一つが超 SS ターンアクセルと SS ターンブースト、うん、これ超 SS ターンアクセルが HP80% 未満時 SS のターン数が1から2になる、で SS ターンブーストが敵を倒すたびに SS ターン数を1ターン短縮、うん、12のプラス16だから結構早く打てるようになるんじゃないかなと。そうね、そうだからなるべく処理はエビスでしていくと、うん、早くストライクショットが打てるようになると、うん、いうことをちょっと覚えておいてください。はい、で次のキャラクター、はい、浦原キツケ、おー、うん、まあポイント、こいつも高火力、うん、で超マインスイーパー M、うん、2.0 倍にカウンターキラー 1.5 倍、超バランス補正 1.54 倍、うん、合計すると 4.62 倍。なかなかやね。うん、さっきエビス見ちゃったから、まあね、あれなんだけどそうなんだよね、これ十分やばいよ。4倍やばいでしょ。やばいやばいやばい、うん、
普通にやばいっす、うん、もう一つがドレイン。これ与えたダメージに依存なんで、ハートなしと、マップクリア HP 回復なしのステージなんで非常に有効だと思います。感謝やしね。そう、 HP の管理はかなりしやすいはず、うん、で3つ目がチャージショット、うん、エビスとかでコピーさせたら、うん、これ結構やばいよ。おー、かなりの火力出るんじゃないかなと思います、うん、ただ1点だけ注意なんだけど、ウォールボムこれ属性倍率乗らないからダメージが伸びない可能性が高いです、うん、だからウォールボムはあんまり意識しない方がいいと思います、うん。次のキャラクターがアリネ、うん、でこいつなんだけど、まずバランス型で超バランス型の補正が入ります、うん、1.54 倍、まあ、これ超バランスにしてればね、うんうん、友情ブースト、これ友情ブーストが 1.5 倍だから、うん、まあ、そこそこ火力出るんじゃないかなと思っとるんだけど、うん、ちょっと1点注意点がある、うん、エビスでコピーした時はこの友情ブーストは適用外になります。ほ、うん、アリナの友情ブーストは適用されない。そうなんや。エビスの方に引っ張られるから。うん、で3つ目でストライクショット、うん。触れた仲間の友情コンボを一定期間アップ。あ、いいね。うん。だからサポート面で結構優秀かもしれない。4つ目がね、貫通、うん。これリングの調整とあとエビスと同じ撃種。ああ。うん。っていうところがあるかな。組み合わせると良さそう。ただコスモ族っていうところがちょっと欠点。なんでや。なんでコスもないんや。超の嫌な。次のキャラクターがフォルトゥナ、うん、でマインスイーパー L だからこれが、2.5、うん、以上以上。えらい早かったな今回。っていうのも、うん、友情がね無属性なんだよな。あー、そういうことね。そうだから殴りオンリーになってくる。あ、うん、であとスピードアップウォールを張るっていうストライクショットもこれがいい方向に働きゃいいけど、悪い方向に働く場合もある。確かにね。そう、だからあ、もう本当に妥協枠になってくるかなって。キャラいない人はって感じだよね。うん、よし、ちょっとなんかおつやみたいになってるから次行こう。いいよ。じゃあここからは運悪いきたいと思います、はい、まず紹介するのはロベリス。ほう、これメダル交換のやつですね、今の、うんうんうん、で、ポイントなんですけど、砲撃型の長距線形拡散弾銃、うん、合っとるよな。知らん。読み方間違えてたらごめんなさい。扇形。そうかもしれん。長距扇形拡散弾銃。こんなとこで時間使いたくねえよ。まあエビスでコピーした時に効果力を出せるかもしれないかなというところ。うん。うん、あとはやっぱ貫通だからリングの調整しやすいのと、うん、エビスと同じ撃種。うんうん、あとマインスイーパー M ですね。うん、これが 2.0 倍。うん。うん、といった点で、まあ、ロベリスもちょっと使えるかもしれないなっていうところでございます。なるほど。次いきます。はい、次のキャラクターが増長天。おー、でこちらの方はまず一つ目が神とバランス型。おー、だからエビスの同族海域の恩恵を受けれる。あー、いいね。あとエビス、浦原、アリナがバランス型なんです。おー、だから線形で、過激を漏れたりとかする。おーおーおー。2つ目がスクランブルレーザー、うん、これエビスでコピーした時に広範囲でダメージを入れれる、うん、ただ注意点がエビスに当たる際はやっぱ黄色のマーカーの時に当たらないと、当たった時に赤にならないよね。あ、そっか。うん、赤の時に当たると青になっちゃうから、ね、そこだけ注意かな。うん、3つ目がマインスイーパー、うん、でこれが 1.5 倍。うん、まあ、こんな感じで、まあ、増長点は反射だけど、まあ、運枠としてちょっと使えるんじゃないかなと、うん、エビスと相性がいいっていうところがまたいいかなと思います、うん、次のキャラクターがタジャドルコンバ、仮面ライダー、ディディディン。あ、今メダルやったのこれ。そう、あシャキーン。いいよ。まず一つがカウンターキラー。カウンターキラーがね 1.5 倍ですね、うん、あとバランス型だからエビス、浦原、アリナがバランス型なんで、そちらの線形の方で回帰が漏れると。うん、3つ目が貫通、リングの調整がしやすいというところとエビスと同じ撃種、うん、ということで、まあ、こちらも一応過激盛ろうと思えば盛れるかなというところでございます。魔人か。魔人。あ、ね、そうだから同族で同じキャラクターはちょっと難しいかなって感じ。次のキャラクターがシャラク、うん、で、こいつはバランス型だからエビス、浦原、アリナで前傾で過激が漏れる、うん、あともう一つがショコのキャラクターだから。あー、そっか。そう、誰でも取れるし、あと運極2体重ねることでワクワクの実つけれるから、別に同族過激積もうと思えば積める。うん、うん、
っていうところがあるかな。なるほど。うん、半紙枠で半紙が生きてくるステージかどうかちょっと分かんないけどね、うん、あともう一つがマインスイッパー M、うん、これが、2.0 倍だから、うん、これもいいと思う、うんうん、で今紹介したんだけど、はい、エビスのワクワクの実、うん、これがねちょっと難しいかなと思います、うん、っていうのも運枠何使うかによってちょっと変わってくるかなっていうところがあって、増長点とか写楽使う場合だと同族過激、戦型過激、激種過激になってくるかもしれない。優先順位が、うんうん、変わってくるんだよね。そうだね。でタジャドルの時は、同族過激、激種過激、戦型過激になるから、うん、これねやってみないと分かんないってところがあって、うん、そんなコロ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 変えれんしね。そうだから蓋開けないと分かんないってところがあってエビス2体積むんだったら2体目のキャラクターちょっと難しいかなって思います。うん、じゃあここからは他の適性、うん、ちょっと探していこうかなということで、はい、今のキャラクターちょっと少ないじゃん、うん、あまりにも、うん、適性枠少なすぎんだよ、うん、だからワンチャンこれロックオン地雷の可能性あるかなと思って、じゃあロックオンだった場合どれが活躍しそうかなっていうのをねちょっと喋っていきたいと思います。はいはい、ロックオンの場合、まあいろいろキャラクターはいるんだけど、うん、まず注目してるのが板取裕二。おまずアンフェアのような覚醒後に弱点が出るパターンだったら、うん、まあワンパンもしくはゲージ飛ばしの可能性もあるかなと、うん、あと、まあ、飛ばせんかったとしても黒線後の自強化継続、うん、これが一旦あって1段階目が 1.6 の2段階目 1.8 だから、うん、そこで火力が出せる可能性があると。なるほど。あと超バランス補正で火力にも期待できるっていうところと、うん、アジンバランス型反射だから射力がね恩恵を受けるおっていうところがあります、うんうん、だから運枠で写楽を積めるようになる、積みやすくなるかなというところもあるかな、うんうん、で次のキャラクターが10文字ライバーアルファおで、貴族性キラーの壁ドン SS。 例えばボスが端っこ壁側にいるとかだったら、はいはい、これはちょっと狙えるかもしれやん。入ればいいね、うん、一気に減速壁だからゲージ外して前のステージで配置しといて、あーなるほどね、で次のステージでワンパンするという、うん、こともちょっと考えれるかなと思います。あとは高スピアップで一応まあサポートの方もできるのかなと、うんうん、まあでも加速させちゃうからそこがちょっとね足引っ張っちゃうかもしれないし、ちょっとこれがどう働くのかわからない、うん、でも運ゲーでいくっていう分にはいけると思う、うん、私使うかもしれん次のキャラクターがアザトース。おー。やっぱね、底力 EL の発動時の火力。あ2.5 倍ですから。強いね。うん。まあ、ここで、ちょっとワンチャン活躍する可能性も、ないことはないかなと。おー。うん。あと、貫通だからね。うん、そうね。うん、まあ、ちょっと、リングの調整しやすいかなっていうところもある。うん。で、次がブレイク。ほう。これがまあ神族と貫通でエビスと相性がいい、うん、あとカウンターキラーとバイタルキラーを持ってるから、うん、まあ殴り強いよね普通に、うんうん、だからそういった意味でちょっとロックオンだった場合はブレイクも使える可能性は高い、うんうん、次のキャラクターがラム。おこれがまずソウルスティールで HP の管理ができると、うん、あと全敵貫通ロックオン衝撃波で、まあ、全体削れる、うんうんうん、程よくね、うん、あともう一つが SS が割合だからリングの影響を受けない。あーなるほど、うん、そういったことを考えると、うん、ラムなんてこの前来たばっかだし、うんうん、あの SS の割合でしかも1体潰したら次のやつ潰しに行ったりとかするから、うんうんうん、ひょっとしたらラムが入ってくる可能性もないことはないかなと思ってる。おだからロックオンの可能性があるんじゃないかなと思ってます、うん、っていうのはロックオンだった場合触りに行かないといけない。そうだね。だからまあリングの調整を毎回しないといけないっていうところがあるんだよね、うん、例えば赤にしちゃったらもうドーンっていけばいいだけの話が、うん、地雷を所持してないキャラクターがいるから触れに行かないといけないっていうリスクがちょっと若干増えるから、うん、ロックオンの可能性も十分考えれるかなと思っております。うん、あとはディビジョンとかもいるんだけど、うん、まあこれねディビジョンね加速要素ないのよ、うん、そう重力もないし、うん、ウィンドもないんで、うん、ちょっとねディビジョンは難しいかなと思っております。うん、まあ SS の遅延があるからそれでもちょっとしんどいかなと思う、うん、すぐ止まっちゃうからね、うんうん、
はい、ということで適正についていろいろご紹介の方させていただきました、はい。まあ、実際ちょっとやってみないとわからないというところもあるんですが、うん、まあ、ちょっとでもね、まあ、皆さんが今から厳選する準備をするっていう参考になればなと思います、はい。うん、まあやってみてまたこんなキャラクターあ使えたじゃんとか、うん、出てくるかもしれないので、またそちらの方も動画の方を上げたいと思いますので、よければ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい夢見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いや俺思ったよな。何？今回さ、裏腹。はい。あれさ、死神じゃんね。そうね。アジンだったらよかったのになと思って。ああ、でもあの人たちみんな死神やろ。うん、でもアジンじゃアジンかもしれないじゃん。しょうがないじゃん。そんなこと言ったって。現世で裏腹しちゃって。さっきの歌ってコスモもそうやん。コスモだってまた別やん。だって現世で裏腹商店で働いてるんやから別にアジンでもええんちゃうかな。出身はだってあっちじゃないの、あの人も。そうやろ。ちょっと無理やりこじつけて。無理やりすぎるわ。アジンで修正ダメです。